それでは最後になりますけれども、アジア経済研究所の児玉由香さんにお話をいただきたいと思います。児玉さんはエチオピアを中心にして農業ですよね、確か。農業を中心に研究されて、長く研究されて、おられます。今回は、エチオピアから中東諸国への移民の移動ということで、先ほどもちょっと言いましたけども、やはりアフリカからは家事労働者として来る人たちがやはり多いですので、その例についてお話をいただきたいと思います。それでは児玉先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です。スライドショーにしていただければ。はい。はい、大丈夫です。見れてます。はい、アジア経済研究所の児玉と申します。私自身は、先ほど、酒井さんがおっしゃった通り、中東アラブ諸国の専門家というより、エチオピアの地域研究、特に農村研究を専門にしております。調査の過程で、若い女性が簡単にサウジアラビアに出稼ぎに行ってしまうことが明らかになって、送り出し側から調査を行っているところです。どんなところから中東に出稼ぎに行くかというと、もちろん都市部からの移動もあるんですけれども、こういう農村からの出稼ぎ、農村からも出稼ぎに行っています。電気がないのが普通で、ここから中東の国に出稼ぎに行っちゃうんですね。これはちょっとイメージだけということで。で、本日の私からの報告ですが、報告の流れはこの通りです。エチオピアから中東諸国、特にサウジアラビアへの渡航が多いのですが、新型コロナウイルス感染拡大以前までの状況について簡単に説明いたします。で、その後、現在エチオピアからの移民がどのような問題に直面しているのかについて、強制送還をめぐる感染リスク、不当解雇、そして不可視化される労働環境の3つの問題を、取り上げます。エチオピア経済にとって移民からの送金額は重要な役割を果たしています。エチオピアはモカコーヒーで有名なんですけれども、現在はこのようなコーヒーなどによる輸出額27億ドルに対して、個人による送金額が57億ドルとなっています。送金はエチオピア経済にとって非常に重要になっています。で、どのような地域に移動しているかというと、順番でいくとこのようになります。1位が北米で、それとほぼ同程度で西アジアが続いて、それからアフリカ、ヨーロッパとなります。特にエチオピアにとってはサウジアラビアが大きな存在となっています。移民数も送金額も、サウジアラビアがアメリカに次いで2位です。また国連の統計上では16万人ですが、実際には非正規滞在者なので50万人のエチオピア人がサウジアラビアにはいると言われています。ただその一方で、移民大国であるサウジアラビアから見るとエチオピアの移民の存在感は低いです。エチオピアはサブサハラアフリカからの移民者数の中では最も多い人数となるのですが、それでも16番目になっていまして、移民の中では 1.2% に過ぎません。ただ、地政学的な位置関係からは外交上ですね、サウジアラビアがエチオピアの要請を完全に無視することは難しい関係にはあります。もともと政治的に不安定なアフリカのその地域ですが、その中で一種大国としてエチオピアが重要なキーパーソンとなっているからです。左が、スーダン、南北スーダンで、右がソマリアですね。左上にエジプトがあるわけなんですけれども、忘れている人も多いんですけれども、エチオピアのアビー首相は昨年ノーベル平和賞を受賞していてですね、その理由の一つに近隣諸国の和平交渉を積極的に行ったということが挙げられています。でですね、このように、これまでエチオピア多くの移民労働者をサウジアラビアを中心とした中東アラブ諸国に送り込んでいたわけですが、2013年に大きな変化が起きました。サウジアラビアでは自国民の雇用を促進する政策を進めるとともに、外国人の非正規労働者への規制を強化しました。で、その結果ですね、エチオピア人に関して言えば最初の10ヶ月で15万人が強制送還されました。で、当時は飛行機で大量にエチオピア人が送り返されてきて、エチオピア政府はその対応に追われていました。で、その後も摘発されたエチオピア人の非正規労働者の強制送還は続いています。で、その一方でエチオピア政府も、同じ2013年に、不法に人身取引や、移住先での人権侵害が起きているとしてですね、その対策を講じることができるようになるまで、湾岸アラブ諸国への就労目的の渡航を暫定的に、禁止しました。
で、それからエチオピア政府と湾岸アラブ諸国との間で二国間協約を締結したり、まあ、国内法を整備して一定のトレーニングを受けた者のみ渡航を許可するといった形で、まあ、様々な準備を整えて2019年、昨年ですが、ようやく就労目的での湾岸アラブ諸国への渡航が再開したところでした。で、それがいきなりその次の年ですね、今年ですけれども、新型コロナウイルス感染拡大となったわけです。まあ、これはご参考までに、エチオピアにおける新型コロナウイルスの感染状況なんですが、まあ、現在でも感染者はどんどん増えています。まあ、これ減少傾向になる湾岸アラブ諸国とは対照的なんですが、9月2日の時点で累積感染者5万3000人、死者828人となっています。まあ、それに対してサウジアラビアは、まあ、31万6000人、まあ、死亡者3929人ということで、まあ、はるかに多いんですね。で、まあ、エチオピアの人口は1億1000万人、でサウジアラビアは3200万人なので、まあ、人口的には3倍以上あるので、感染者数はサウジアラビアよりもはるかに少ないとは言えるんですが、まあ、死亡率はエチオピア 1.6%、サウジアラビア 1.2% と高くなっています。まあ、医療水準の違いが反映されているとも言えます。ではですね、その中東アラブ諸国における、まあ、エチオピアからの移民が直面している問題を説明していきたいと思います。大きな問題としては、まあ、エチオピア人だけではないんですけれども、ここに挙げた3つがあると言えます。まず、強制送還に関した、関係した感染リスクです。多くの湾岸アラブ諸国では、非正規の外国人労働者は摘発されると、強制送還までの間、収容所に入れられることになります。まあ、収容所において感染拡大のリスクにさらされているということが指摘されています。エチオピア人に関しては、感染拡大当初の4月上旬に、サウジアラビア政府が非正規労働者として摘発したエチオピア人約3000人をですね、新型コロナウイルスに感染しやすい状況にあるということで、感染の有無を確認することなくいきなり帰国させたことが報道されました。で、それに対してエチオピア政府は大量の帰還者を受け入れる準備ができていない。これ特にあの感染リスクがある帰還者ですね、を受け入れる準備ができていないということで、当面強制送還を行えないようにサウジアラビア政府に要請しました。で、現在、サウジアラビアや他の湾岸アラブ諸国からの強制送還はほぼ、停止しています。で、その間も湾岸アラブ諸国では非正規滞在者の摘発は続いているので、現地の収容所にいる人々の数は増加していくことになります。で、もともと収容所は非衛生な環境や不十分な食事提供などが指摘されていて、新型コロナウイルスの感染に対して脆弱な状況にあるということを考えると、収容所の中で、感染が拡大する危険性は非常に高いと言えます。で、次に、不当解雇の問題です。まずあのレバノンの事例なんですが、8月4日に首都ベイルートで大爆発事故が起きてしまって、状況は大きく変わってしまったんですけれども、その直前ですね、エチオピア人の家事労働者の放棄が大きな問題になっていました。まあ、レバノンは厳密には湾岸アラブ諸国ではないんですけれども、多くのエチオピア人の家事労働者を受け入れていました。国連の統計データには上がってないんですが、10万人以上のエチオピア人がレバノンに居住していると言われています。もともと深刻な経済状況にあった中で、新型コロナウイルス感染拡大で、まあ、レバノン人自身ですね、家事労働者を雇用する経済的余裕がすでになく、6月25日の報道では、首都ベイルートにあるエチオピア領事館の前に、エチオピア人の家事労働者が車で運ばれてきて、置き去りにされるっていう事件がですね、その、まあ、過去数週間、毎日のように起きているというふうな報道がされていました。で、エチオピア人の家事労働者たちはエチオピア領事館に庇護されることもなく、まあ、宿泊費も所持していないため、多くが野宿状態になっていると報道されていたのです。で、それが8月のベイルートでの爆発事故とそれに続く政治的混乱で、まあ、エチオピア人の移民労働者についての報道は全くなくなりました。その当時野宿状態だったと思うので、爆発が起きた時にはかなりの人数のエチオピア人が被害を受けていると思われるのですが、状況は全く不明です。とても心配なんですけれども、今のところ続報はありません。次に、クウェートの事例を紹介します。クウェート政府は7月9日にコロナ危機の間は雇用主による非雇用者の逃亡の届け出を認めないと発表しました。
この逃亡の届け出っていうのは、雇用主が非雇用者が逃亡したと行政機関に届け出ることなんですけれども、雇われた側が法的措置を取るのを事前に封じるための方策として使われていることも多く、以前から批判されていました。で、今回政府が逃亡の届け出を認めない理由は、これらの届け出の多くが給与の支払いや食事や住居の提供、そして帰国費用の支払いなど雇用主の義務とされていることを免れるための虚偽であったためだということでした。政府が、クウェート政府なんですけども、逃亡の届け出を一時的にせよ禁止するということは、この新型コロナウイルス感染拡大で雇用主が対応しなければいけない義務から逃れようとして、政府も看過できないレベルの数の偽の届け出があったということを示していると言えます。そして3番目ですね、特に、家事労働者が直面する問題です。新型コロナウイルス感染拡大以前から、湾岸アラブ諸国における外国人女性の家事労働者の抱える問題として、個人の家という閉じられた空間の中で労働に従事することで虐待や性暴力の問題が生じているということは、指摘されてきました。家事労働者は外の社会から孤立しがちで、連帯して労働条件改善の行動を起こすことも難しく、待遇改善の難しさはこれまでも懸念されていました。それが、この新型コロナウイルス感染拡大によってさらに状況が悪化するということが考えられます。例えば日本や欧米でも、こういう自粛によって家族みんなが家にいて、ドメスティックバイオレンス DV の増加の問題というのは指摘されていたというのは皆さんご存知だと思います。で、家事労働者についても同様のことが言えます。まずみんな家にいるので家事が増えると、仕事が増えちゃうわけですね。そしてみんな家にいるという一種、異常な状況の中で虐待のリスクも高まるわけです。で、そして移動が制限されているために支援団体が活動することも難しい状況にあるわけです。したがって、状況がですね、さらに深刻になってしまうのではないかということの懸念が、国際援助機関からも、表明されています。もう終わりに来ちゃうわけですが、もともとエチオピアからなぜ湾岸アラブ諸国に職を求めて移住したかというと、エチオピア国内では十分な給与を提供できる職種が少ないため、就業機会を求めて帰国、渡航したわけです。私が聞き取り調査をした強制送還された家事労働者の給与は、エチオピア国内だと中学校の給与、教師の給与とほぼ同じでした。で、湾岸アラブ諸国での労働環境が悪化したからといって、エチオピアに戻っても仕事があるわけではありません。もともと仕事がなくて渡航したので、世界的に新型コロナウイルスによって経済が停滞していて、エチオピアの経済も同じ状況にあるということを考えると、帰国しても何の解決にはならないわけですね。で、さらに言えば厳しい医療事情を考えても、感染したときに十分な治療を受けられるか不安が残ります。帰国を選ぶのか、そのままとどまるのか、どちらにしても困難な状況がこれからも続くことになると思われます。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。ちょっと小さいですけど参考文献です。はい、ありがとうございました。大変ビビッドなお話をいただきました。先ほどもちょっと冒頭にもちょっと申し上げましたけども、やはりレバノンではその爆発事件の後、エチオピア人も含めて多くの、移民難民が被害が把握できていないという、そういう問題が中東のその新聞などに、新聞というかメディアなどにも問題として取り上げられています。去年ですかね、存在のない子どもたちというレバノン映画が日本でも公開されて、そこで、登場した、確かエチオピア人だったと思いますけれども、メイド、不法移民の、メイドさんと、まさにいわゆる戸籍のない子どもたち、貧困がゆえにその戸籍のない子どもたちのですね、を取り上げた非常にショッキングかつ、感動的な、映画が上映されておりましたけれども、そうした場面をですね、いろいろと思い起こすことがありました。